では今回は後編で、まおちゃんをゲストにお迎えして、ママトーク編です。お願いします。私はですね、さやれと申しまして、2人子供がいるママダンさんなんですけれども、長男が今小学校5年生で、2人目は年長の女の子がいます。お育てながら、パートも今年から始めたんですけれども、パートやりながら、子育てしながら、ダンスもね、こうやってちょこちょこ続けてるっていう形でやっております。で、マオちゃんの方はお子さんの年齢教えてください。9歳、7歳と、あと3歳になる学年の2歳ですね。お、性別も聞いてもいいですか？男、女です。おぉ3人産んだ。びっくりやね。びっくりするよ。産んだのびっくりやもん。だから、子供産んだの多分私が先やったよ。先やった。だからね、ちょっとこう、先輩風でさ、アドバイスするやん。あの時はもうキラキラしてたよ。はいって感じ。そう、アドバイスしてたら、もう全然超えてた、いつの間にか。いや3人目いとった。すごいと思うわ。というわけでですね、お子様生まれてもダンスしてるというか、ダンスの先生もね、されてるということなので、ぜひ、ママトークでいろいろね、聞いていきたいと思います。妊娠中ですね、はい、これやっとけばよかったなっていう、妊婦中の期間、はい、特に一人目の時とかかな、はい、教えていただいていいですか。はい。私は結構性格がビビりなので、そうなんだよ。痛いのも嫌いだし。だから、なるべく調べずにいようと思ったので、なるべく事前知識を入れる。ないでおこうと思ってて怖くなっちゃうから、って思ったんだけど、実際やっぱ出産してみて知らないことが多すぎたわけよ。うん、えっていうことがたくさんありすぎたから、ちょっとは調べとけばよかったなと思ってなんだけど、でもアドバイスとしたら、多分きっと今のねママたちはきっと調べてるだろうから、逆に正しく調べるみたいな。あ、情報が多いから。そう、多いから多分難しいだろうなと思って。そこですかね。正しい情報を調べ、それはネットがいいのか、例えば自分が信頼している産婦人科の先生がいいのか、家族なのか、友達なのか、どこのアドバイスを、真央の場合はどこを聞いてきたの？私の場合はやっぱネットとかだと、やっぱいいことも悪いことも書いてあったりとか、情報も多すぎたりとかして、もう怖くなっちゃって、慌てなっちゃうと思うから思うのは、なんだろう、プレママ集まりみたいな、そういう産婦人科でやってるなんか集まりとか、助産師さんとか、なんかとプロの方がやってるお話聞くのとかが一番良かったのかなと思います。それかかりつけの産婦人科でやってたんですか？そのコミュニティが。そういうのやってました。ありがたいですね。あとなんか多分地域とかでもかな、そういうプレママのなんか交流会とかも多分ちょこちょこ、調べればあるんだ。調べればあると思う。あるらしいです。ちょっとプレママの、そういうママたち、先輩ママたちとか、専門的な方かな、知識がある方のイベントがあれば、ぜひ行ってみてほしいってことですね。そう、私はね、絶対行かなかったんだけど、そういうところで、やっぱり知識持っとくと、なんかビビらずに、正しい知識があれば、ビビらずに行けるかなと思って、それは思います。なるほど。その妊婦中のそのつわりとか体調面はどうでしたか？つわりは、1人目の時は食べづわりで、食べ続けないとお腹すくと気持ち悪いやつだ。そうずっと食べてましたね。2人目はもう結構しっかりつわりがあって、キャベツと豆腐と食パンしか、リンゴとか、キャベツとリンゴと食パン、そんなかけられる、言えるぐらいには。そう、これしか食べんかった。マジで ?4つ。だからもう食パンにキャベツ乗せて食べたりとか、そのレパートリーめっちゃ考えてた。全然違うね、じゃあ1人目って感じで。全然違う。3人目はどうでした？ 3 人目は、まあ、そんなに2人目の時ほどは重くはなかったんだけど、まあたまにちょっと体調悪かったら吐くかなぐらいの。なんか気持ち悪いかな。まあたまに吐くかなぐらいの。妊婦中って、妊娠中はあれ、仕事はどうしてたんですか？仕事は3人とも3ヶ月前まで。7か。7ぐらいかな。一月10日やから、7ヶ月目ぐらい、半年7ヶ月目ぐらい。そこまではやりましたね。あ、なるほど。逆に安定期に入る前までは全然仕事してた。全然。がっつり踊る系、先生みたいな。振り付けみたいな。あ、でも先生でしたね。インストラクター。インストラクター。お仕事を。あ、でも一人目の時は、はい、やっぱりその、出産が満ちすぎて、もうなんか、もう何もできなくなるかもって頭で思ってたから。わかる。
だからそれが怖くて逆に、うん、結構いろんなそれこそなんかスタンドインのお仕事だったりとか、うん、なんか CM のお仕事だったりとか今しかできないと思ってギリギリまで結構できること一人目の時は結構やったかも。あーなるほど、うん、もうできなくなっちゃうと、まあ、今ね言っていただいてる分もありますから、うん、きちっと全部やっていたと、うん、あじゃあ意外と踊れた一人目だったんですね、うんうんうん、そこまではそこまでは7ヶ月までは予定日までの3ヶ月前ぐらいはもうあのお仕事セーブしてセーブして、うん、なるほどなんですけど1人目の時はその後、はい、切迫相談になっちゃってあそう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 切迫になったって聞いて私の結構このねダンサートーク出てくれてるママたちが元気な妊娠、はい、そう妊婦さんたちが多くてみんな結構2週間前までなんかレッスンしてましたよみたいな臨月までレッスンしてたとか、うんうん、え超元気な妊婦だなんかあのクラブをしてたみたいなDJしてたみたいな人がいたりとかねなんか結構元気な妊婦さんが多かったんで、うん、もしかしたらダンサートーク見てるママはねあそれだけ踊ってもいいんだって思ってしまってるかもしれないんですけど、うん、そうママはね切迫になって入院するかもみたいな話をちょっと多分当時聞いてたのでそう、 そういうリスクもやっぱりあるんだなっていうところでね、そう、それはどう発覚するんですか？切迫になるっていうのは。そう、私もなんかできればギリギリまでダンサーでいたかったし、そういう先輩方を見てきたので、はい、もうなるべく踊ってやろうと思ってやってたんですけど、なんかある時期超えたぐらいの検診から、はい、なんか張りやすいねみたいな、お腹張りやすいねってなって、はいはいはい、ビタミリンっていう錠剤張り止めを飲むようになってて、うん、でもなんかそれだんだん効いてないねってなって、で、うん、でもあれ本当にある時急になんですよね。ある時急に検診に行って、はい、今から入院ですって言われて、びっくりじゃない、本当に今か、そう今から、ね、今から、ね、ほんまにそんな感じなの。そう、なのでその今から入院しました。え、切迫になると何ヶ月ぐらいするってこと？もう産むまでってこと？いや、だからなんだ40週になる、37週か、あの、うん、赤ちゃんを出してもいい時期になるまではあの病院で過ごして、まあ、そこからは、うん、あの自然のペースに任せるけど、任せるから、うん、だから1ヶ月半ぐらい入院しました。入院するってことだからもう安静にしといた方がいいよ。ダンスはもうちょっとやめとこうねっていう状況のことですよね。もうダンスどころじゃなかったですね。マジでお風呂も入らせてもらえないし、マジで動けなかった。ずっとベッドで痛いの。痛くもない。だから余計辛いのよ。そうなんだ。元気、めっちゃ元気なんだけど、うん、動いたらめっちゃ怒られるみたいな。めっちゃ怒られる。そういう感じなんですね。起き上がってもダメみたいな。ああ、だからそういうパターンもあるから、だから分からないってことですね。がっつりギリギリまで踊ろうって思ってる人。そうですね。まあ、脅したくはないのであれですけど、まあ、優しい。あのね、お医者さんに受診した時に、なんかもし貼りやすいねとか、あの、降りてきてるねみたいなことがあればちょっと気をつけたりするのもいいかもしれない。いいかもしれない。そうなん、それ一人目だけかな。あ、エピソードか。そうなんです。あ、そうなんだ。その後あの、まあ、子宮頸がん無力症っていう風にあの診断されて、うん、なんだそれ。知らないのばっかり。ごめんなさい。全然全然。全然知識不足です。いや全然です。でまあ結果その針止めの薬が効かないタイプの人だったので、うん、でそれじゃ あの2人目ってなった時に。あの上の子いるから大変だよねってことで、うん、2人目3人目は手術をして、うん、あの子宮くくって、はい、あの過ごしたので、へえ、なので2人目3人目も普通に7ヶ月まで踊れたっていう。ああなるほど、そういう処置をしたら踊れたってことなんですね。へえ、いろいろやってますね。知らんかった。全然知らんかったね。全然ですよ。うんうん、ありがとうございます。元気、私自身は元気です。元気ですか？そうですか？出産エピソードを聞いていきたいと思うんですけれども、一人目の時、はい、どうでしたか？自然ですよね。自然です。分娩。自然分娩。立ち会いとかした？それはしてない。あ、しましたね。お、立ち会いしてもらった。立ち会いしてもらって、うん、出産しましたね。お、無事？無事。何事もなく？何事もなく、普通に。うん、じゃあもうその、うん、切迫で入院したけども、産む時はもう、うん、あ、そうですね。あ、普通に陣痛が来て、普通に破水して、あの出産したっていう普通の一般的な流れです。あ、よかったね。入院したらなんか周りもドキドキするかもしれんけど、うんうん、大丈夫だったってことですね。そうなんです。あの初めての出産どうでしたか？もうやばいよね、出産はね。びっくりするよね。びっくりするね。痛いなと思ってたけど。うん、え、これも
無理じゃない？うん、やばい、もう。逃げたくなるよ。耐えれない。耐えれない。耐えれない痛さです、ね。今でもなんで耐えれたんだろうって。耐えれてないのよ、みんな、別に。いや、そうなの。飛んでるけど、耐えれてはない。そうなの。痛さ。本当に、ね、そうなの。全然耐えれない。無事に生まれてきてくれましたと。で、二人目はどんな感じだったんですか？二人目も、うん、もう自然ですよね。自然ですね。うんうん、普通でしたね。お普通に。テレビ二日前ぐらい。はい、ちゃんとお腹にいてくれて、はい、でその抜歯したんだけど、まあ、普通にそこまで予定日手前までお腹にいてくれて、まあ、ただ陣痛長いパターンでしたね。お腹の夜中の1時半ぐらいから朝までずっと陣痛あって、うん、でなかなか、2人目やけど陣痛長いパターンもあるんだ、うん、2人目早い印象あるわ。そう陣痛が弱かったって感じだから、その薬入れてもらって促進剤入れてもらって本日来てからはほんまに2時間1時間半ぐらいでパッて出たんやけど、それまでの地味な陣痛がすごい長くて、いや3人目は無痛だったってことですけれども、はい、それはもうどんな違いだから両方経験してるんや。うん、私どっちも自然だったから、無痛はどうやった、比べてみて自然と。まあ、そもそも自然できたから、なんか無痛経験してみたいなっていうのもあって、はい、あと、カジサクさんの確か YouTube かなんか。大好きカジサクファンでーす覚えてるよね。確かヨムサクさんが言ってた気がするんだけど、はい、なんか自然分娩だと結構お母さんが大変すぎて、なんかなかなか子供に意識が回らないんだけど、無痛にするとなんか子供が頑張ってるのがすごいわかるっていうのを、確かヨミサクさんだった気がするんだけど、見て、なんかそれを経験してみたいと思って、って思ったのがきっかけかな。で、無痛にしました。お痛みとか、もう全然痛くないよ。びっくりするよ、本当に。そうなんや。直前まで携帯触る。マジで。そっか、感じないから、そう痛みを。だからもう、いいんですか？いいんですかこれでってずっと言ってた。いいんですよ、いいんですよ。本当に生まれるんですかこれ。本当にそれ。大丈夫ですか私このままでみたいな。余裕じゃん。産んでからの、あとは、産まれましたの後のこのさ、その麻酔切れてとかいろいろこう、うん、それまでの時間とか、体力の戻りとか。あ、体力の戻りも全然違う。無痛の方が断然早い。はい。はい、いいなぁ。ただ、その、抗陣痛とか、はい、そういうことに関しては、まあ、自然分娩と一緒だから、あるんだけど、そうだよね。麻酔切れちゃえば痛いよね、そりゃね。ただ、やっぱ、その体力の戻りは全然違いますよね。くっそ、ふんそ、ふんそ、だから力、全身に力入るもんね。うん、なんかぐったりしちゃうけど、それがないんだ。一回決まるだけで済むから。一回だけね、その、参道にカチッてはまったとき、最後だけ赤ちゃんが頑張るときに一緒に、ふーってやるけど、もうそこだけです。ママが頑張る。本当に。そんな違うんだ。全然違う。ぜひって感じ、本当に。ぜひ、おすすめしたい、悩んでる方は。うん、そうなんだ。うん、いや知ってたらな、それを。まあね、いろんな、もしかしたらリスクとかもあるかもしれないから、体調に合わせてで、ね、いろいろちゃんと調べてからですけど、うんうん、でも、おすすめです、ね、本当。貴重なお話ありがとうございます。うん、かわいいお子たちが生まれてきて、子育てが始まりましたけれども、旦那様ね、の協力度合いとかも聞いてもいいですか？はい、育児まあ3人おったらもう手伝ってくれてると思うけど、はい、1人目の時とか、どんな感じで手伝ってくれてるのかっていうのを教えてもらってもいいですか？結構、前のめりに手伝ってくれるタイプだったので、そこはだいぶ助かりましたね。そう、私さ、一回ママになってから一緒にファミリーコンサートにね、うん、出たことがあるんですよ。うん、楽器演奏するママに、うん、が誘ってくれて、ちょっとダンサーさんも、うん、欲しいわっていうことで、シングシングシングをね、うん、一緒に踊ったんですよね。その時にだから、あ、そうです。パパさんも見に来てくれてて、でね、子供を抱っこしながら多分見に来てくれてたかなと思うんですけど、うんうん、あの、旦那さん、そうなんだ、結構協力的な方なんですね。頑張ってくれてます。濃い目やったよね、顔。濃い目ちゃった。よく外国の方に間違えてそう、濃い目顔のモードなんだやったなと思ってるけど、あ、よかったね。ありがとうございます。そこは本当に、そっか、子供ならばアリーも3人いけるわ、それは。いや、なかなかやってくれじゃあ、なんとか協力してやってるわけですね。お二人ともご両親って、地方やったりする？そうなんですよ。なるほど。じゃあ両親の力添えというよりも基本的にはもう夫婦協力してやってるみたいな。そうなんです。逆に言ったら夫婦で協力しないとやっていけない感じですよね。そうだね。両親が、夫も私も両親と離れてるので、うん、家族でなんとか協力しながら上京してる組あるあるですよね。うん、ね、本当になんとか駆使して、うんうんうん、できるもんですか？
保育園行った幼稚園。幼稚園、幼稚園、保育園です。なるほどね、うん、あ、それも違うねや、うん、保育園だとなんかもうがっつり預けれそうなイメージあるけど、うん、幼稚園がね、うん、なかなかありがたいけどくせ者ですよね。そうですねなので結構上の2人に関してはやっぱり、生業ベースというか、やっぱ幼稚園ってあれですよね、こう結構行事もあるし、うんうん、ママが係やるものもあったり、うん、ママの集まりもあったりするから、うん、付き合いもあるしね。そうですよね、フルタイムで働いてるお母さんからしたらちょっと子供を預けて仕事みたいなイメージじゃないじゃないですか、うんうん、そうですね。そうそうそう、私もだから結構ママ業が多いなっていうのは幼稚園のイメージがめちゃくちゃありますね。まあ、子供の関われるっていうのはね、携われるっていうのは幼稚園のいいところかなと思う、ね、確かに確かに。保育園は結構預けたら本当にそのまま預けるって感じ。お願いしますって言われて私だから幼稚園やからさ、うん、遠足とかついてたついてた、うん、あと運動会ももちろんですけど、うん、普段も参観日とかも多いしね、うんうん、多いよね。うん、まあ、それは確かに可愛い成長を見守りながら、うん、やってきたっていうことですね、うん、素晴らしい旦那さん、褒められてる。私たちじゃなくてよかったね怒られちゃう。赤ちゃん時代はどんな悩みがありましたか？一人ずつ聞いていこう。現在の悩み、小3男子は今どんな感じですか？小3男子は宇宙人って感じ、うん、宇宙人小学生になったらしっかりしそうなイメージもありますけど、なんか任されることはすごい増えるので、お世話も普通にできるし、なんかちょっとご飯とか食べといてとか言ったら、うん、置いといたら食べといてくれるし、そのなんか補助するとか、なんか助けるみたいなことはないので、はい、全然楽なんですけど、はい、まあちょっとね、知恵もついてくるので、こっちが言ったことをなんかスルーしたりとか言ったこと聞いてくれなかったりとか、まあ、そういう感じですかね。なるほどね。あ、まあそんなことはね、前で夏休みの宿題終わらせるの大変じゃなかった？あ、大変でしたよね。なんか好きなことはめっちゃ早いのよ、でも苦手なことはめっちゃ遅くて、そう、大変でしたね。お疲れ様です。全国のママ、私たちの宿題か思いました。ほんまにもう夏休みって大変や。2人目はどうですか？いいとこ悪いとこ、悪いとこってか悩んでるとこ。2人目はね、コキンちゃんみたいな感じなんですよ。コキンちゃんのイメージ、あ、じゃあなんか末っ子キャラじゃないけど、なんかこう、あ、結構末っ子キャラだ。まあ、真ん中とその一番下の子が4つ離れてるので、割とその下、自分が下だった時期も長かったので、そういうことか、結構なんか感情が爆発しちゃうと、コキンちゃんみたいにうわーってなっちゃう。だいぶこっちもうわーってなっちゃう。コキンちゃんみたいな、傘必要みたいな、涙飛ばさないでみたいなあ、もう感情バーって出せる子なんですね。そう、ただね、その飛び火するから、ね、こっちにもなんかやる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 やみたいな感じだから、にぎやかそうやわ。もう子供らしいって思えばいいけど、まあ大変ですよね。一番下の子ちゃんはどうですか？一番下の今2歳、絶頂やや期だから、もう怪獣って感じですね。あー、2歳、めっちゃ可愛いけど、かもしれない、やや期やばいよな、うん、もうなんか3人目ともなると、なんか傍観してるな、こうやってそうか、いやかみたいな、寄り添ったらイライラしちゃうから、ちょっとみたいな3回目のその対処法ですよね、もう落ち着いてから寄っていくみたいなあれをもう3回目やってるんや、偉いわ。いや、でも人数本当に関係ないと思う。あ、そうなんだ。1人のだったら1人の時の大変さがあったし、2人だったら2人の時の大変さがあったし、だから、そっかそっかそっか、人数関係ないと思う。それもね、産んでるから言える。そんなこと言ったら、私たちのね、その大好きなカジサクさんも5人ですか？すごいですよ、ね。5人すごい。私さ、イベント、ファンクラブイベントとか行ったことあるんですけど、インスタで見たわ。やっぱね、嫁サクさんと子供たちが出てきたら、もう涙、うん、出てきただけで泣ける。もうなんかさ、大変や。なんかもう、その笑顔の裏にいろいろあったやろっていうのがね。もう私だけじゃないね。その、見に来てるお客さん、みんながやっぱり、ママって大変だよなっていうのが分かるのか、もう、泣くね。その、視聴者さん集まってるお客さん、みんなも泣くね。みんこさん出てきたらもう。あ、嫁さんみたいな。わかりますもんね。わかります。そう、やっぱね、ママ同士のこのね、こう、感情ありますよね。わかり合えるね。で、それでダンス復帰、していたと思うんですけど、はい、産後の働き方で変化は何かありましたか？一人目の産後は、もうとにかく早くダンスがしたい。何でもいいからダンスに携わりたいっていう思いがすごい強くて、めっちゃ焦ってましたね。早く復帰したかったんだ。そう。ですけど、やっぱさっきも言ったみたいに、私も夫も両親が離れているので、まあ、まず預ける場所がないっていうのと、
あと当時待機児童もすごい多い時代だった時期だったんですよ。なので保育園も通らないし、ダンスの現場って結構終わり時間が読めなかったりとか、今も改善されてたりもするのかもしれないんですけど、そうかな終わり時間読めなかったりとか、終日拘束とかフルだったりとかもあったりしたから、やっぱ夫に預けるっていうのもなかなか難しくって、旦那さんもねお仕事もありますから、うん、なのでその気持ちだけモヤモヤしながらママ業やってたっていう感じです。モヤモヤしますね、働きたいけど預ける環境が整ってないみたいなね。リッスンだけなんとか行ってみたいな。なるほど、そういうのもしてたんですね。あ、リスン受ける方ね。あ、受ける方で、なんとかそれで続けたいなっていう感じでした。それで2人目の時は、2人目を産んだ後は、うん、2人目がだから何個空きってこと？2個空きです。2個空きか。そう、2、3歳だったので、2人目産んだらもうめっちゃやっぱり物理的に忙しくなったんです。2人の育児で日々追われるみたいな。そうだよな、もうなんかマスクが倍みたいな、倍3倍そう、なんかもうふーって感じで、もう本当に日々追われてたので、もうそうなってくると本当にダンスに携われるだけでありがたいみたいな、ダンスを踊れるだけで幸せみたいなモチベーションになって、で自分でダンス続けたいな、どうしたらダンス続けられるかなって思った時に、あ、インストラクターの仕事だったらやっぱスケジュールを固定だから確保しやすいし、うん、かつママダンス、ママに特化してレッスンにしたら子供も連れていけるし、なんか一石二鳥じゃないかと思って、で2人目だったぐらいからちょっと自分はママダンスのレッスン頑張っていこうって思ったのが、そうですね、2人目のダントですね。あ、じゃあ自分で働ける環境、受け身のオファー来て案件取りますじゃなくて、うん、子供いてもできるダンスの仕事の環境を自分で作ったんだ。うんうん、あ、偉いね。よく言えばそうですね。もう絞り出した。ママの中ではそんな働き方を絞り出した。うん、3人目ちゃんまでは4年空きますけれども、うん、それが安定してきたってことですか？安定してやってて、3人目出産した後は、なんか1人目でフーってなって、よっしゃ頑張ろうってなって、2人目でフーってなって、よっしゃ頑張ろうってなって、3人目までフーってなって、なかなか気持ちが上がってこなくて、初めて、いつもすぐ踊りたい、踊りたいってなってたのに、うん、3人目はなんか、はあ、もうなんかちょっとこのままフェードアウトでもいいかもしれないぐらいに結構思って、なぜか腰が重くって、このままダンスをやめようかなって、本気で初めてかもしれない、本気で思ったのが3年だった。そうなんだ。なんですけど、その時になんか以前イベントでご一緒した方で、ね、気になってるダンサーさんがいらっしゃって、はい、でどうせ辞めるんだったら、まあ、その方のレッスンに行ってから辞めようってなんかふと思ったんですよ。うんうんうん、でその方もママダンス、私より全然早い段階からママダンスとかされてる方だったので、ちなみにの前って言ったりしても大丈夫なんですか？はい、ムーミンさんという方で、ムーミンさん、今も私がすごいお世話になって、ムーミンさん、はい、これからダンスのインストラクターさんたちのスキルアップと、はい、あと横のつながり、コミュニティを広げるために新しいクラスっていうかチームみたいなのを作ろうと思ってるんだよねみたいなお話を聞いて、またぜひ行ってみたいですって行かせてもらって、はい、でそこでの出会いがやっぱすごい大きくて、なんか私より年齢上の方とかもいらっしゃるんですけど、なんかみんな本当にダンス楽しんでるって感じで、この業界ね、先輩方も40、50、60代、70代、なんか上の先輩方のダンサーが元気、そうですよね。そう。でなんか自分がそこで初めて、自分が今までダンスとはストイックに向き合うものみたいな、自分で勝手にそこで固定概念作ってたなっていうのを、意識高い系、いやそんなことないんだけど真面目すぎたんだよねって思ってたのを、皆さんを見てハッとして、あ、なんかこれでいいんだ、ダンス楽しんでいいんだみたいな、その方たちに会って楽しむためにダンスやりたいみたいな感じになって今に至るんですけど、今は多分一番ダンスとの向き合い方が一番いい感じで向き合えてると思います。あー、なるほどね、うん、そうなんですよ、本当ダンスっていくつになっても楽しめる、そう、なんか心身ともに、そう、それをねやっぱ忘れてたというか、なんか負担してたんだろうね、うん、あ、なんか別に人の目とか気にしたりとかそういうのもしなくて、自分が楽しめるためにダンス楽しんで、まあ、かつそれが広がっていったらなおいいじゃんみたいな、ナチュラルな感じになりましたね。ああ、じゃあそれもあって、もう子供3人目産んだ後のモチベーションから、うん、あ、やっぱりダンス、そう、うん、そういう心持ちで続けていこうって。素敵。最後にですね、はい、そうやって素敵なコミュニティを持ってると思うので、はい、ご自身のレッスンもあると思うので、はい、ぜひ教えてあげてください。お願いします。はい、
今は、千葉のインストラクターさんたちで集まったシスタっていうあのクラス兼チームで踊らせてもらってるんですけど、そのクラス自体にもご興味あれば、まあ、連絡とかいただけたら嬉しいです。あ、そうなんですね、はい、じゃあ説明した概要欄にですね、はい、真央先生のインスタグラム貼ってきますので、はいはい、インスタからの DM とかでいいですか？はい、うん、かもしくはムーミンさんの方が直接なるほど。うんうんうん。じゃあ、ムミさんの方のインスタも載せてもいいんだよ。ちょっと聞いてみたいと思います。載せておきますので、一緒に踊りたいなとか、お近くだなっていう方、はい、ぜひ、そちら SNS の方も飛んで見てみてください。あと、レッスンは、自分の最寄りの駅で、はい、駅の周りで、はい、ママダンスサークルをやってるので、ママダンスサークル、超楽しいじゃん。本当に。ゆるい感じでやってるので、うん、あと11月から、はい、新小岩で、新小岩金曜日午前中、金曜日の午前中、はい、ママクラスもう一つ増えるので、おもしお近くの方は、うん、子供といつも午前中ね公園に行って、離乳食のこと考えてもらうっていう人運動したいなっていう人いいやんか。はい、本当に平日の午前中ちょっと気晴らしに運動できますよ。いや、まあ本当そんな感じで、そんな感じで、なんかダンスってやっぱ構えがちだけど、やっぱ結構いらっしゃった方、よく大丈夫かなっていう方いらっしゃるんですけど、全然もうそんな気張らなくて、うん、ちょっと楽しく運動しようぐらいの気持ちで来てもらったらいい、うん、来てもらったらいいです。ぜひお近くの方行ってみてください、うん、ではもうちゃん今回はダンサーとか出てくれて、はい、ほんまにありがとうございます。3人のお子ちゃまもねいらっしゃる、お忙しい中本当にありがとうございます。ではマオとのねママタッグ以上となります。このチャンネル楽しかった方は、コメントとあとチャンネル登録ボタン、グッドボタン、高評価でダンサーさん応援していただけると嬉しいです。また一緒に TikTok とか撮ろうな撮ろうなバイバーイ。